テラーザは GM が製造、ビュイックブランドで販売されたミニバンである。2004年に GM のオールズモビルブランドが廃止されたことに伴い、その高級ミニバンシルエットの後継者として発売された。さらに、シボレー、ポンティアック、サターン各ブランドからもそれぞれ姉妹社のアップランダー、モンタナ、リレーが販売されており、 生産はすべて、ジョージワ州のドラビル工場において行われた。中国で販売される、ビュイック GL8 に次ぎ、ビュイックブランドとしては2番目のミニバンであり、北米市場で販売する、初のミニバンとなった。エンジンは当初、V 型6気筒3 5ル l x 9型エンジンのみが、搭載され、4足オートマチックトランスミッションが、組み合わせられた。 2006年モデルからは V63.9LLZ9 型エンジンがオプションとして設定された。さらに2007年モデルには 3.9L エンジンが標準となりフレックス燃料車も用意された。また 3.5L エンジン搭載車のみに用意された4輪駆動モデルは廃止された。2007年秋には販売が終了し同年に 後継者のエンクレーブが発売された。中国向けでは、現在の GL8 が、テラーザのフロントグリル等を手直ししたものとして、販売されている。ありがとうございます。